鳥井小村神社は、高知県高岡郡日高村下分にある神社、国志見在社、土佐国二宮で、旧社格は、剣社、祭人は次の人柱。国宝の近藤僧関東大東を身体とし、南度市にも、身体剣と見える、中世における、本事物は、第二次如来であった。社殿では、陽明天皇二年の創建とするが、詳細は不明。土佐友好では、 新先生白くに見える高岳首、玄一、草壁、玄二と高岡郡草菓子とを関連付け、その共通の祖神として、国のとこたちの命を祭りたちを身体としたとする。別説では、落ち国像の小地名の墓が今治市の日高に伝わること等から、この小地名が当地に至り、国土開発の神として、国のとこたちの命を祭りたちを身体としたとする。 一方、祭人の設定は、後世のものとして、身体の近藤宋関東大統が、原始の信仰対象であったとする説もある。以上のように諸説があり、創建は不詳であるが、立地的には、仁淀川水系を抑えた、古代の有力豪族が祭祀した神社になる。なお創建に関わる伝承として、もともとは、伊予国、五三古に鎮座したが、洪水で流されて、 お地ち町宮所どころのに移り、さらに上岸三年秋に大洪水で、立ち、社殿とも流れて、神谷に、ついで平ら村に移ったとも言われる。国史では、日本三大実録に、小村神の深海が、上岸十二年、原三に、十五一下から十五以上に少女された胸の記載が見える。しかし、演技式新明帳には、記載がないため、いわゆる国史未在者に当たる。 小村神社に残された、忍字元年、上和三年の胸札によると、当社の修理、増体には古くは、国史が当たったが、次第に児童が当たるようになったとし、二淀川中流、上流域の荒川山、別府山、横川山がその溶剤供給地であるとする。また、その上和三年の胸札に、小一位二宮小村大天神と見えるように、中世には、 当社は、土佐国一宮の土佐神社に次ぐ二宮に位置づけられたとされる。以降は、蓮池城城主の大平氏から保護を受け、文紀三年には、大平国尾から三十六河川図が奉納された。戦国時代には、東屋組織によって神事が運営されるようになり、天文十二年のおつむ町には十一のおつむ屋敷が記されている。また、天正十六年の草加の別府県庁では、 草加村全域や隣の並川村にもあたる神田の記載があるほか、宮遊家、馬場は、県地が免除されたと見える。江戸時代に入ると、土砂国に入った山内氏により常実の車両が、没収され、慶長6年の事業割において与えられたのは、神田の二丹と別当時への二丹のみであったという。その別当時は、神宮寺で、小村山明光院神宮寺と称していたが、 明治の廃仏希釈で廃寺となっている。明治元年2月に近代社格制度において県社に列し、小村大天神などと称されていた社名を、明治3年に正式に、小村神社とした。その後いつしか社格は一旦豪社に下っていたが、大正13年に県社に最初を格した。本殿と、東明杉現在の社殿は、江戸時代中期の宝永2年の造営。本殿、平殿、 廃電からなる複合社電である。本電は流れ作り銅板武器で、この本電前に接続する平電。廃電は平面に十字型をなし、屋根は同じく銅板武器である。これらは廃電を頭としたトンボが飛び出す形を表すとされ、出かげろ形式と称される。これらの社電は日高村指定有形文化財に指定されている。このような出かげろ式社電の類例としては、他に、 若宮八幡宮社殿が知られる。本殿背後には、東明杉と称されるボタン杉が生育する。伝承では、樹齢千年と言われ、樹高25メートル、強硬直径270センチメートルを測る巨木である。下枝部の葉は、一般的な杉型であるが、ホズウェ部の葉は、ボタン杉型を示す珍しい特徴を有している。当地の伝説では、 宝永2年の二淀川洪水や安政元年の安政南海地震、日露戦争などの異変に際して、小に霊下が転倒したといい、東名杉の名はこれに由来する。このボタン杉は日高村指定天然記念物に指定されている本社同様に、新井田神社、剣神社、秋葉神社とも県を神体とする。所在地交通アクセス駐車区点出店。ありがとうございます。